やっぱこう焼いたタイヤとか、うん、あと何ていうんですか、うん、その、真夏のアスファルトみたいな、うん、そういうなん、ドライフラワー感ちょっとあるかも。柴犬のお腹触った時に手香り嗅いだらこういう感じです、うん、なるほど。本日のワインはピノタージュというブドウから作られた南アフリカの赤ワインです。ピノタージュという黒ブドウはピノノワールとサンソーという2つのブドウを人工交配させて生まれた南アフリカ独自の黒ブドウ品種です。そのため南アフリカを代表象徴するブドウの一つであり、ブラインドテイスティングでもたびたび出題されます。そんなピノタージュから作られる赤ワインの特徴とは、テイスターのコメントに耳を傾けてみましょう。わかりますよ、うん、21本目なんで。わかります、いきましょう、はい、気合で、はい、気合が全然酔ってないですね、はい、全く、はい、ウェアで喋らないでいきましょう、はい、はい、乾杯、お願いします、はい、お願いします。チョコレートみたいな香りします。カカオとか、うん、カカオ、うん、カカオ2分みたいな、うん、ビターな方ですね、うん、赤もあるけど、まあ、黒系ブドウ、黒系果実中心かな、うん、ブラックベリー、ブラックチェリーですね、のコンポートから、コンフィまでいかないですね、でもコンポート、うん、やや強め、うん、結構フルーツの甘みがあって、うん、はい、味わい結構、うん、この苦渋み強いんですけど、うん、この甘みが何ていうんですかね、こう味わいを優しくしてくれてるというか、うんうんうん、でも割と絶妙な色ですね。そうですね、果実のボリューム感は結構強い、果実味っていうか、うん、アルコールのボリューム感は結構強いんで、うん、でもそれをよりやっぱり酸あるんで、うん、結構バランスいい、よくしてます、うん、味わいの重心支えてる酸みたいな感じですね、うん、まあ、僕は結構イタリアっぽいかなっていうふうに、ん、大事でしょう、うん、はい、そうですね、この樽の開け方とかが、うんうん、あとまあすごくこう甘みもあるところと、この酸との、まあ、両方ともこうちゃんと存在しているっていうんですかね、うんうん、あとドライフラワー感ちょっとあるかな、枯れてる感じですかね、はい、ほんのちょっとですけど、太郎さんのファーストインプレッションは、柴犬のお腹触った時に手香り嗅いだらこういう感じです。これはダメなんですか、直接のポートラメなんですか。直接じゃないですよ、やっぱりワシャワシャしないと。なるほど、ワシャワシャ、ワシャワシャして、なんかの瞬間に、はいはいはい、めっちゃ匂うよみたいな、結構ゲイミーですよこれ、うん、そのそうす、ね、どっちに振るかですけど、うん、結構鉄っぽさみたいなとこ感じますね、うん、ちょっと血液っぽいような、うんうん、感じ。タンニンもありますし、酸も同時にあるみたいな、はい、割と引き締めてきますよね。確かに高中のバランスも、ファーストインプレッションはイタリアっていうのは一瞬は絶対よぎるタイプから、うん、そこからこっち出してどうなるかみたいな、うん、確かに。でも黒胡椒のホールもあるし、削ってる、うん、ミルかけたタイプじゃなくて、うん、ホール香ったらこういう香りあるし、うん、カナさんは今いくつぐらい選択肢上がってますか。まあ、3つですね。3つ、はい、アキトさんはいくつぐらい。まあ結構もう1個に絞ってますけど、はい、もうじゃあアキトさん一致しまいますか、イタリアの、はい、トスカーナ、ブルネロディモンタルチーノのサンジュベーゼで、うん、2000、うん、18年ぐらいにします。で、ぐらい18年にします価格ですね、多分、ね、はい、そうですね、結構いいんじゃないかなと思いました、うん、8000円、8000円、まあ分連度とね答えてますから。アリアニコもあったんですけど、うん、イタリアに行かなかったですね。おお、聞きたい、行きましょうか、はい、ピノタージュで迷うけど、おー、はい、シラーズ、シラーズ、はい、オーストラリア、オーストラリア、はい、南オーストラリア州バロッサバレー、バロッサ、はい、2021、はい、5000、おお、サンジョベーゼシラーズときて、カナさんいきましょう、3択から。シラー、クローゼルミタージュ、シラーズ、シラー、あ、シラー、クローゼルミタージュ、はい、2010、
8年18、はい、価格ですね。価格4200円。4200円、はい、ありがとうございます。ということで、価格は皆様どっちかというと高いワインだということで、うん、セカンドですか。もう一回いきます。わ、1分かかります。用意スタート。はい、じゃあ早速いっちゃいましょう。はい、お願いします。ピノタージュ。ピノタージュ、南アフリカ。南アフリカ、ステレンボッシュ。南アフリカ、ステレンボッシュ、はい。2021、はい、価格ですね。3300円。3300円。カノンコップ。カノンコップ。まあ、オーストラリアのシラーズと長野ピノタージュみたいな、先ほどちらっとおっしゃってましたもんね。いや、迷いましたけど、2択でこっちにしたんだよな。はい、なるほどね。まあ、カノンコップ、メジャーなセンサーシャップですね。はい、あ、カノンさん、じゃあ行きましょう。じゃあ、アリアニコにします。アリアニコ、アリアニコ、カンパーニャ。カンパーニャ2000、そのままで18年。2018年のそのままで価格ですね。はい、価格4500円。4500円、ちょっとだけ上げましたね。はい、はい、じゃあ最後赤さん行きましょう。イタリアからちょっと離れられなくて、うん、バルベーラにします。はい、バルベーラ、はい。2020年。20年、はい。価格ですね、4000円。4000円。産地ですね。あ、まあ、州まででいいんですけど。そうですね、はい、と3ピエモンテ、はい、ピエモンテにしましょうか。はい、OK です。はい、ということで、セカンドアンサーではありますが、三者三様ということで、ジーアルさん。ブラインド小瓶セット第3弾発売中。いきましょう。ウィーン。あー、素晴らしい。セカンドアンサーというの、まあ、セカンドアンサーといえど、なんか相当自信があるね。迷ってたんだよな。自信のある言い方してましたので、迷ってたんだよな。素晴らしい。生産者までズバリ当てるということで、これ高い方のやつですね。エステッドワインということで、はい、最低いきましょう。カナさんはね、今回は0点ですね。はい、アキトさんはヴィンテージが合ってますから2点。で、タイトさんは編集国産地当たってますから、ここで6点。ヴィンテージニアピンで1点入りますということで、合計7点ということでございます。なるほど。作り手当ててるんで80点でしたっけ。はい、作り手当ててるんで0点ですね。さて、ここで、まあ、ピノタージュ、なかなか飲んだことないという方がほとんどだと思います。ピノタージュの特徴ですね、柴犬マシャマシャ以外で教えてもらっていいですか。はい、犬が、はい、むちゃくちゃ使ったカーペットを洗う前。犬から離れないんですね。犬がめちゃめちゃ使ったカーペットを洗う前。動物園の獣のとこがだんだん近づいてきた時の香り。っていうのもあるんですけど、はい、やっぱりゲイミーさと、はい、スパイシーさと、はい、果実感と、あとコーヒー豆の香りとか、ね。ああ、コーヒー豆の、ね、カルディさんの横通った時の香りとかって言いますけど。なるほど、はい、はい。日常に置き換えるんですね。そうですね。ワインか、ね、でもなんかこう、はい、誰かがコーヒーを入れてくれてる、うん、朝起きた時の、うん、そういう香り。ちょっとでもコーヒーの豆感はあるかも、ね、ありますよね。ちょっとエスプレッソ感。やっぱりこう、はい、焼いたゴムみたいな香りと、あとは動物っぽさと、うん、胡椒感ですか、うんうんうん。黒胡椒は結構あると思うんですけど、うん、僕知らずにどっちか迷って食ったんですけど、うんうんうん、これ難しいですよね。うん、普段そのカノンコップのカデットだとピノタージュドーンっていくんですけど、うん、ちょっと上級キュベだとなかなか、うん、僕は結構シラーズと似てると思ってるんで、うんうん、なるほどね、はい、なんかこう焼いたタイヤとか、うん、あとなんていうんですか、その、うん、真夏のアスファルトみたいな、そういうなんていうんですか、そういうちょっとこう焦げた、うん、確かにニュアンスって結構、うん、あのもっと下の方だと強いんですけど、うん、酸あるんでそこだけポイントかなと思います。はい、色調とか果実化の割に酸が結構伸びるんで、うん、ということで、南アフリカをまあ代表する国のね、まあ、品種ということで、ピノタージュでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。高さを感じさせるようなスタイルとガラリと方向性はさっきの3つと変わりましたね。特徴が分かれてますね、うん、本当にナンバーワンを決めるとは言ってるけど、オンリーワンですね、全てが。なんかうだうだ喋って始める時とこう、はい、
パッと始めるとき2種類あるんですね。今秋田さんのうだうだ喋るとしてるんですよ。うだうだ喋ってるんだ。うだっていうので、エンタメパートですかね。あ、女装、女装ですね。だから、浦川さん批判でいいですか、じゃあ。いや、うん、伝えておきます。ああ見えて浦川さんのファンもいるんですよ。あ3人あ3人3人も、うん、2人って、はい、この間言ってたけど、はい、5000分の3いるんですよ。